画家、絵本作家の弥勒子真知子さんが東京から奄美に移住して間もなく4年。自ら作品の変化を感じています。やっぱ特に奄美に行ってから金色とかをよく使うようになって、やっぱりなんか雨の後の光とかがすごい強い気がするんですよね。っていうのを体験しながら絵を描いてると自然と金色とか使いたくなって。そのためでしょうか。奄美での最新の作品を集めたコーナーは光にあふれています。変化はもう一つ。例えば2020年の春先に描いた作品、飛んできたのは鳥？それとも、その日何が見えるかなって島を眺めるんですよね。この日は海の向こうからこういう生き物たちがビュンビュン飛んできているような様子が心に浮かんだので、それがそしてキラキラ光っていたので、こういう絵が生まれました。海を描くことの多かった弥勒子さんですが、去年奄美の森の中へ滝を見に訪れました。なんかすごい大きな、なんだろう、お母さんみたいな、なんか優しい包み込むようなものが今浮かんでいました、うん、この時の作品も今回会場に展示されています。滝が流れ下る景色を弥勒子さんは空に舞い上がる色彩豊かな竜として描きました。多分自然が豊かだから、こんな何も見えない私にもどんどんこう語りかけてくるというか、自然がだからどんどんこう描きたいものが出てくるし、たくさんの絵が生まれるんだろうなと思うと嬉しいですね。ところで弥勒子さんは全国販売の雑誌で奄美の話題を連載中。どんなに遠くても挨拶してくれる近所の子供のことなど、思わず笑顔になる話題が多く登場します。めっちゃ遠いけど、もう多分大人とか顔が見えたらどんなに遠くても挨拶してくれるんだと思うんですよ。だからこんにちはって感じです